はい、こんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、ね、ライブタイトルが、まあ、いよいよ決まりましたというね、まあ、情報が出ましてね、まあ、今回これについて語っていこうかな、というふうに思いますけど、まあ、それと同時にね、もう、リエラフィスライブに関しての予想もいろいろと立てていこうかなと。まあ、というか予想っていうかもう、ここまで来たらもうなんか予想も何もないんじゃないかなっていうふうに思っちゃうぐらいなんですけど、はい、語っていこうと思います。ですね、来年の1月と、2月にですね、まあ、それぞれ開催される、こちらのですね、リエラフィフスラブライブ、トゥインクルトライアングルというですね、まあ、ライブツアーではないっていうね、うん、ツアーとはついてないんですけども、今回。まあ、フィスライブが、開催されますよ、ということでですね。まあ、ライブタイトルとライブロゴがですね、出ました、ということでございます。まあ、で、まずライブタイトルね、フィスライブトゥインクル、トライアングルということで、まあ、ライブロゴはこんな感じになってまして、まあ、見ますとね、なんか、紋章みたいですよね。僕、ツイッターでも、ツイッターじゃない、もうね、X でも言ったんですけど、紋章みたいなね、デザインですよね、最近のラブライブって。アクアも虹ヶ崎も、リエラもね、こういう感じということで、なんかね、まあ、紋章とかいいなっていうふうに思いましたね。なんか、これでね、バッジとかね、ワッペンとか売ってくれたら、それはそれで面白いのかなとか思ったりしますが、はい、まあ、なんかね、これがありますよということで、まあ、こちらね、僕も参加しようかなと思っているんですが、まあ、そんなですね、フィフスライブトゥインクルトライアングルなんですが、今のところですね、福岡公演、東京公演、この2会場でですね、1月と2月ですか、それぞれ開催が予定されているということで、で、3月にはですね、まあ、ユニット甲子園がございますよということでですね、まあ、それはね、ラブライブ全体のイベントですから、まあ、リエラとは、リエラ単独ではないんですけども、はい、まあ、それもあるということなんですが、まあ、今回ですね、ライブタイトル、トゥインクルトライアングルというふうに言われているということで、これね、結構予想してる方多いんじゃないかなと思いますけども、もうというかもう言ってるようなもんですね。はい。今回ですね、もう追加公演あるんじゃないかというですね、予想を、もう予想じゃないな、もうライブタイトルに書いてあるんですもん。三角形って言ってるぐらいですから、星の、まあ、あれですよね、星の大三角みたいなもんですよね。星座とかであるじゃないですか、夏の大三角とか。まあ、ああいう多分ノリだと思うんですけども、まあ、トゥインクルトライアングルね。まあ、星の大三角という意味でございます。まあね、大三角ということはね、三階上面もどこかあるんじゃないかというふうにですね、やっぱり予想されている方多いんですよ。まあ、これがですね、ライブの会場というか、まあ、拠点、それぞれをね、表してるんじゃないかと。まあ、今のところね、福岡、東京って決まってますけども、もう一箇所、日本のどこかが、こうね、この星の大三角で、こう、できるんじゃないかと。ね、いわゆるレイラインとかあるじゃないですか。ああいう感じでね、こう三角形ができるんじゃないかというふうな予想も立てている人も結構います。なんかね、王道の予想だとね、まあ札幌じゃないかとか、まあなんかいろいろ言われてますね。なんか大阪じゃないかとか。まあ個人的にはね、どうなんですかね、追加公演やるとしたら、まあ大阪はね、まあこういうこと言ったらなんですけど、多分大阪、ないんじゃないかなとも思うんですよね。はい。まあ、そうは言いつつ、大阪最近ライブやってないので、リエラ、フォースライブもそうですし、まあ、サードライブやりましたけどね、やってないので、まあ、今度は大阪やりますよ、みたいな感じのノリでね、東京公演あたりでね、なんか発表されるんじゃないかな。今のところ決まってるのは東京公演の、まあ、千秋楽まで、まあ、2月のライブまでってことになってますので、東京公演の追加公、東京公演の千秋楽でね、追加公演やります、みたいな感じで、大阪が出るのか、札幌が出るのかみたいな感じですね。まあ、大阪か札幌かどっちかしかねえのかって感じになっちゃいますけども。まあ、そういう展開ですよね。はい。まあ、なんか、個人的にはね、なんかね、まあ、北日本あたり攻めてもいいのかなというふうにも思いますよね。はい。まあ、そもそもね、北海道の方はね、今のところ、サードライブぐらいしかないですから、まあ、大阪もある意味そうなんですけども、まあ、そこら辺をね、こうね、どっちかやるんじゃないかなっていう予想ですよね。なんか大穴だとね、海外予想してる人もね、ちらほらいるんですけども、まあ海外は、まあやるメリットがあんまりないのかなと。まあなんか外部フェスでね、海外行きますとか、まあそういうのはあると思いますし、あとアニメイベントとかにね、出演しますは、まあ全然ね、メリットあると思うのでやると思いますが、単独ライブはね、どうなんですかね。まあちっちゃい箱でね、ライブやるんだったらね、アクアのアジアツアーみたいな感じで、
ワールドツアー、打つことはできると思いますが、ただね、今回、福岡と東京ってもう決まってますので、一会場だけ海外っていうのはちょっと考えにくいのかなと。まあでもね、来年一応ね、個人的には海外ライブどっかやるんじゃないかみたいな、予想立ててますので、だんだんね、こう、ね、出口戦略といいますか、声出し復活、で、海外、立ち見復活、声出し復活、そしてもう本来のライブ復活、そして、ついに海外ライブも復活みたいな感じの流れに、こう、どんどんなっていくと思いますのでね、来年多分海外ライブはどっかやると思いますが、ただ、このフェーズじゃないのかな、というふうには個人的に感じました。あるとするなら、また来年の夏とか、やっぱりそれぐらいの時期に集客狙えるタイミングで、アジアかアメリカかどっかそこら辺でやるんじゃないかなというふうに思いました。海外ツアーのあるんだったら行きたいですね、個人的には。またね、海外、オタ活しながら海外旅行行くっていうのが一番最高ですからね。はい。これであるかはわかりませんけどね。とりあえずはね、今直近の、単独ライブとしてはフィフスライブ、トゥインクル、トライアングルありますよということでね。これ行くのであれば、ね、もう全力で楽しみたいと思いますし、もう当てにね、行きたいと思います。そして、ね、追加公演ね。僕はね、大阪か、札幌か、そのあたりを予想してますが、皆さんのね、予想も気になるので、ぜひね、コメント欄に書いてください。もしね、この動画がいいなと、グッドボタン、高評価、チャンネル登録などもお願いいたします。では、皆さんまた、たつんこでお会いいたしましょう。以上、こうへいでございました。バイバーイ。